水は我々の生活になくてはならない資源です。そしてその資源の7割近くを人間は農業に使っています。人間は水を利用するためにダム、ため池、堰、水路といったさまざまな施設を作り、施設を修繕しながら水を使用しています。これらの施設を設計したり管理するには水の動きを物理的に捉える必要があります。そこで水利施設工学研究室では、室内に設置された実験用水路を使って水の流動を計測して、数式で水の動きをどこまで知ることができるのかを学ぶことができます。また水は時として洪水といった甚大な被害を生みます。一方で水田は一時的に水を蓄えることができ、近年では水田による貯水効果が注目を浴びています。私の研究ではコンピュータシミュレーションによる流出解析から、降水が河川に流出するメカニズムを流域レベルで検討しています。これにより農業流域のどこにどれだけの水があるのかを、またどこに水が溜まりやすいのかを予測することができ、災害リスクを事前に知ることができます。水という資源を中心に、さまざまな学問から問題解決に向けたアプローチができることがこの研究の醍醐味になります。また自然科学で水の動きをすべて知ることには限界があります。そのためフィールドデータ、データとコンピューターシミュレーションとの結果を比較することで、少しでも実際の水の動きを把握できないか研究しています。すべての現象はフィールドにあります。コンピューターによる計算結果とのマッチングが少しでも小さくできないか頭を悩ませていますが、一方でこれが研究の面白みにもつながっています。失敗してもいいからとにかく頑張りたいという気持ち、人の真似をしなくてもいいからとにかく自分にとって一番いいものを作り出したいという気持ち、この研究室ではそういう心を失うことはなく取り戻すことができるというのは、私が一番実感したうちの研究室のいいところです。高校生の皆様、うちの研究室では正しいことをやることが重要ではなくて、そのやる過程が一番重要です。頑張る気がありましたらどんな研究でもできます。どうぞ頑張りたい方はうちの研究室に来てください。